はーい、お疲れ様です。元光です。言論プラットフォームの方のチャンネルになります。今回の話なんですけど、東海オンエア騒動の話だっていうことなんですけど、この件に関して、あやなんて っていう人がね、やべえことになっっててるぞーっていう話題なんですけど、まあ、ざっくりお話すると、東海オンエア騒動といえば、元光も何回かお話してるんですけど、700万人を超える YouTuber の東海オンエアっていうね、男性6人グループ、この上の6人のグループの人たちの騒動、えー、になってるわけなんですけど、そのこの黄色いね、えー、服着てる柴犬って人のね、奥さんのこの綾なんて人がね、私は1人で子育て頑張ってんだーみたいなのを言って、 で、もう今までの不満をね、めちゃめちゃ言いまくってですね、で、この東海オンエアの哲也っていうリーダーの人とかの悪口だとか、まあ、とにかくいろいろ言いまくって、現在崩壊状態であるんですよね、東海オンエアが。えー、この柴生って人がね、パニック障害を発症してしまったーだとか、今回の騒動でものすごいことになってるんですけど、そのほっ となった私は子育てやってるんだっていうのが、実は自分でやってねえんじゃねえのかっていうのが、暴露されちゃってるんですよね。これこれさん、YouTuber のこれこれさんのね、ライブ配信で。まあ、そこで暴露されてしまって、まあ、それが本当だったらお前も一緒じゃねえかみたいな状況になるわけなんですよ。まあ、だから、それで困ったのか、急にね、謝罪とかをし始めたんですよね。このあやなんし ただ、今回の騒動は、もうメンバーがパニック障害になるとか、ものすごい大きなとこまで来てるんで、もうめちゃめちゃ雑だーって、え、謝り方があまりにもひどかったんで、大炎上してるわけなんですよね。もう喋るなーみたいな感じで、批判殺到してるんで、今回その件についてね、見ていこうかなと思います。元水のチャンネルでは、時事ニュース系のことを話していきますので、いいねと思ったら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。 ということでまああらすじはそんな感じなんですけど、まあ、元とみのね過去の動画もあるんで概要欄にリンク貼っとくんで見てもらえたらなと思います経緯とかね。 と、まあ、ということで新しい情報ということで、ね、こちらの、ね、記事を見ていこうと思うんですけど、10月22日、これこれが YouTube 生配信を実施と、これ、暴露系 YouTuber の、ね、これこれさで、えー、東海オンエアの騒動をめぐって、新たな情報提供があったと明かしましたって、新しいのがね、情報が入ってきたぞって、で、横浜勢のタクトっていう人が出てきてですね、新しく、これこれのもとに情報を寄せたのは、横浜勢のタクトと交際していたという 女性ですこの人が、えー、タレコミを入れたということなんです、まあ、これこしれたのね、ライブ配信でここでいろいろ暴露してるわけなんですけど、その内容がこの記事に書いてて、3人組 YouTuber の横浜勢は、2021年12月に死ぬ気で東海オンエアを待ってみたという企画を実施、東海オンエアの地元岡崎でメンバーが来るまで待ち続けるという内容で、実際に対面に成功して話題となりました。そのの後2022 2年月に柴優と綾南夫妻の東京 今日の自宅で修行することになったと報告していますということで、まあ、こういうのをきっかけにして東海オンエアと絡むようになったそんな YouTube チャンネルらしいんですけど横浜勢のチャンネルは今年1本しか動画が投稿されず活動休止状態タクトのインスタグラムのプロフィールには現在しばなのスタンドと記載されていますとメンバーの人のねタクトって人はねしばなのスタンド、まあ、裏方にいるみたいな感じらしいんですよね、まあ、ここら辺がちょっとややこしいんですけど東海オンエアのさの さっきのね、黄色い男性、しばゆーって人と、このあやなんて人2人で、えー、また、 違うチャンネルがあってですね、それがしばなんっていうチャンネルなんですよね。それのまあ裏方ってことから。で、しばゆうは騙されているとのタレコミがと、これこれが女性に聞いた話では、タクトは綾南からお金をもらって、二人の子供と家庭の面倒を見ているそうですということで、このタクトって人がね、またちょっと話が飛ぶんですけど、ツイッターで言うとね、この人なんですよね。タクトっていう人がいてですね、えー、この人がさっきのしばなのスタンドをしてて、お手伝いしてて、 ナンからお金をもらって2人の子供と家庭の面倒を見ているそうですということでなんかあの家政婦みたいなことをやってるよとそんな暴露がこのタクトの彼女の人からされてるんですよね面倒を見るのは週に6日しかも深夜に及ぶこともある様子面倒を見るレベルではないことから芝ーはタクトとナンの関係を疑っていたのだとかしかし今年6月頃タクトに彼女ができると芝生は 疑いを解きタクトに謝ったとのことところが女性は芝居は騙されている。真事実があるとこれこれに伝えたそうです。今回ね、えー、暴露されたわけです。ただし、精神状態が不安視されている芝居にそれを伝えるとどうなるかわからないため、真実が聞きたいのであれば連絡してください。写真を含めて証拠があるのでとしており、本人の意思に委ねたいようです。ということで、まあ、これこれさんのところでね、暴露はするんですけど、まあ、全部が全部公開はしないみたいで、女性はタクトから、 LINE で「し南ナン家族のプライベートの写真を受け取っていたそう」「これこれはディズニーで家族と一緒に写った写真や7月に行われたコムドットの東京ドームイベントを観覧する写真を公開しました」「ディズニーの家族写真ではピースサインをするタクトとアヤナンの後ろでしばゆがポツンと座っておりこれこれはしばゆとタクトさんの位置逆じゃねえ?」と違和感を口にしていますと、まあ、要するにさっきのこのタクトって人がね、まあ、チャンネルのお手いて 子育てをしたりだとかあと他にもこうやって写真撮ったりだとかしてるぞーっていうことで実はこのあやなんとそういうね男女の関係にあったんじゃねえのかっていうことが暴露されてるわけなんですよね。 まあそれも問題ではあるとは思うんですけどさらにこっちなんですよねアヤナンは遊びほうけてるってこれこれの話ではアヤナンはタクトと育児を任せきりで自分は遊びほうけてるのだとかイケメン YouTuber のミッキーとバーに行ったりまた別の男性と夜にカラオケに行ったりしているそうでこうしたアヤナンの行動からしばゆはタクトとの関係を疑ったようですということで、まあ、こうなってくると今回の騒動のきっかけのところがずれてくるわけ ですよねその綾南って人はねもともとこういういろいろ暴露とか、えー、悪口言い始めたきっかけっていうのはここにあるわけなんですよね、まあ、ガルスさんのツイートでまとめてくれてますけどこういうのをインスタで言ってたんですよこのなん氏はねまあ YouTube 活動とかいろいろあったよってそして現在母親やり続けなければならない毎日逃げたくても逃げられない毎日それを人には見せてはいけないという地獄のような環境だということで、まあ、とにかく子育てが大変だとそして芝生東海大し やろね、旦那さんは YouTube に取りつかれたように今仕事をしてるって YouTube という名の化け物に見えますよってだから子育て私がやってんだっていう体でいろいろ悪口言ったり慰謝料請求してやるとかいろいろ言ってたわけなんですよね。なのに蓋を開けてみたらお前も遊んでんのかみたいな話が暴露されるわけなんですよ。まあこの るるとあの護護ししててた人も擁護しきれなくなってくくっよ、ね、でこれこれはでも実はっていう話があるみたいとし俺が言えるのはここまでとしました女性は柴生の SNS 投稿を見ていても立ってもいられなかったらしく本当に離婚するんだったら私も協力できることありますよとこれこれに伝えたそうです、えー、これこれはもともと今回の騒動で綾菜を一番の被害者と見ていたとのことしかし女性からの話を聞いた結果やっぱりお互い様なんやなと 感想を語っています、えー、ちなみにあヤナンは2020年4月に公開した動画で夫婦の性行為について私も他の男性と全然しますしあなたも他の女性とどうぞという考えを持っていると明かしていますと。 まあこんな感じでいろいろこれこれさんのところで暴露されたわけなんですよね。まあ、こんな感じでね、暴露されて立場が悪くなったのか、このあやなさんはね、インスタの方でこんなことを言い始めるんですよね。もう子供と誕生日だーっていうような写真を上げてですね、3歳のお誕生日でしたよーって、えー、おうちでお祝いしたよーって、あちゃんじいじとばあばとみんなで、うくんじいじからも本当に温かいメッセージもらって本当に嬉しかったですって、まぁ、あ、これあやなん氏のあちゃんなのかな。 浮くんっていうのが柴う氏なのかなとは思うんですけどお父さんお母さんからもメッセージもらったっていうのを言ったとこんなに盛大な喧嘩をしてしまってごめんなさいってここで謝罪が入るんですよね今回の騒動の件のみんなでもお祝いできたらいいねっていうことでは みたいいなことを言い始めるんですよ自分があのこの騒動を起こし始めたのにみんなでもお祝いできたらいいねってこれだけ大ごとになったのにむちゃくちゃ軽い謝罪みたいなのをしてるわけなんですよインスタで。 まあ暴露されて立場が悪くなったのか急に謝罪し始めるんですよねしかし、あまりにも軽すぎるだろうっていうことで批判殺到とかをしてるんですよね。ちなみに、さっきのタクトって人ね、まあ、その男女の関係の疑惑が上がってる人なんですけど、この人ね。この人もいろいろ言っててですね、まあ、これこれさんの配信でいろいろ言われてましたけど、えー、私のことを説明しますねっていうことで、まず、えー、僕のしばなんの後輩としての仕事内容は、主にしばなんチャンネルの動画の編集と、しばゆう さんさの動画撮影準備や撮影のサポートそしてたまにワンオペであるあやなんさんの子育てのサポートをしていますとたまにしか子育てはしてないよと子育てというか、まあ、サポートはしてないよっていうのを言ってて2人のお子さんを僕1人で見る時間はありませんそんなわけないんですって僕1人で見てることないよってたまたま僕が夜中面倒を見るタイミングがあったことはありますが育児に関しては主にあやなんさんとあやなんさんのお母さんで やっていますって夜中にこの人が面倒を見ることがあるのちょっと よくわかんんんんななないけどでそことがあるのだろうまああとその綾南さんとの関係についてですが放送内で噂されていたようなことは決してありません本当にとてもよくしていただいている先輩ですと男女の関係はありませんと否定しかつ綾南さんは子育て頑張ってるっていうニュアンスで否定してるわけなんですけどまあこれ見る限りその綾南さんってワンオペ一人で子育てやってるっていうふうには思えないですけどね少なくとも。 いやもちろん子育ては大変なんでいろんな人に手伝ってもらうのは別にいいと思うんですけどお母さんがやったり他の男の人が夜中に面倒を見るとか言われたら私はしんどい子育てを頑張ってんだ母親として頑張ってんだみたいな言い分はちょっとずれてくる気がするんですけどねまあなので急に、えー、謝罪し始めたのかただ批判は殺到するよねあやなんの認識ではこの事案が盛大な喧嘩で済んでるのを受けるってグループ存続が危ういの理解してないなってそれらい くらいのねね騒動になってるんですよ、ね、きっかけは綾南さんで。で、存続できたとしても、芝生の在籍はほぼ不可能だと思ってるよ、私はって。いや、まあそうなんですね。崩壊状態なんですよ。これ、旦那さんも、ね、東海オンエアとして活動するの厳しくなるかもしれないんですよね。パニック障害。メンバーといるのもやばいっていう話になってるわけだから。 まあ、とにかく謝罪が軽すぎるだろうみたいな、ね、ところで批判殺到してるわけなんですけど、まあ、この批判殺到に関しても追記してるんですよねあやらさんこれアカウントなんですけどあやなっていうねこのニュースバズりそうだからその前に説明させてもらうよっていうことであやなんが謝罪してるぞっていうような話のニュースに対して釈明だって盛大な喧嘩してしまったごめんなさいは誕生日をパパとも一緒にお祝いできなかった息子たちに対して申し訳ないと思って書いた言葉である。 ありこれを見て勝手に騒いでる世間に対しては謝ってないですよってみんなには謝ってねえんだーって私は SNS を使って自分の気持ちを伝えたい人に伝えてるだけなのでそれを勝手に見てる人を知らない人たちに謝ったりはしませんってネットは自分の好きなように使えばいいんだよあとネットニュースなんて振り回されすぎない方がいいですよーとかって言ってるわけなんですけどめちゃめちゃ身勝手だなって元光はすごく感じましたしかもこれアカウント名変えてるみたいなんですけど完全 究極対ギャルなんていうね、まあ、ここら辺からもお察しって感じがするんですけど、まあ、この投稿を見てちょっとかなりヤバいなこの人って思ったみつは思っちゃいましたねネットの意見も見ていこうと思うんですけど今の綾菜にはイエスマンの声しか聞こえないのでファンの人たちが何を言っても無駄だーってだいたい子供に謝罪の気持ちがあったら子供たちの未来のために SNS をやめるのが一番だよって、まあ、確かにそうだよね子供のこと考えるんだったら子供のことをね SNS に晒したりしない方が 元道はいいんじゃ芝いのためにももう何も言わないでくれっていうことでとにかく黙ってくれっていうようなね意見これ一番多かったんですけどねとか他には芝ーどうしてるかなーって東海メンバー大丈夫かなーって毎日心配で X やインスタチェックしてる中あやなんのあの投稿なんかもう悔しいし悲しい東海オンエアがこうなってしまったきっかけでもあり当事者なのにどうして一人だけ楽しそうにできるんだろうってお前元凶じゃねえかよーっていうようなね そんな意見があったりしますね。ファンの人たちでもふざけんなーみたいな感じになってるんでしょうね。とか他にはバズルとはまた違うかと思いますが、今は黙っておいた方がいいかと思いますよーって。しばゆーさんや東海オンエアさんたち、関係各位の方々のためにもよろしくお願いしますって。とにかくもうしゃべらないでくれーみたいなね。そんな意見ですよね。いつも通りで安心したよって。東海オンエアともしばゆーとも縁を切って一人で頑張ってくれ。縁を切ってくれるならもうこれ以上は もうないそんで綾菜ものびのびと暮らせばいいしばらんは嫌いじゃなかったよっていうことでファンの人たちからもねもうこういうようにもう縁を切って別々で過ごしてくれみたいなねそんな意見もあったりしますねとか他には最初は綾菜もいろいろ大変だったんだろうなってみんな叩きすぎだよほっといてあげてって思ってたけどこの人喋れば喋るほどボロが出てきてもう同情とか擁護しきれない段階まで来ちゃったわって確かにこんな人に徹也謝りたくないだろうなってことの発端 あなたななたんだからいいい加減黙りなよーっていうことでねまあまさに元凶って言われてるわけですからね。とか他には綾南が大暴れし続けてくれて今回の騒動は綾南がヤバい女だったっていうことが原因だって証明され続けてるから東海はご心配おかけしました綾南とはメンバーも関係者も二度と関わりません接触があった場合全て弁護士を通しますって宣言だけすれば大丈夫だよ待ってますっていうことで綾南のヤバいところが浮き彫りになってるから東海オンエアもう 処理が楽だーみたいなね、そんなことをね、言われてたりするんですけど、いや、東海オンエアもね、もう崩壊状態じゃないですかね。しわゆうさんがね、パニック障害とかになってるんだったら、かなり大きな話になってると思いますけどね。 まあもちろん、あやなんさんも抱えてるものはいっぱいあったのかもしれないですけど、こうなってくると、あまりにも身勝手な発信とか行動だったんじゃないのかなって感じちゃいますよね。ということで、今回のお話は、東海オンエアをぶっ壊しつつある <laughs>、もともとね、きっかけを作ったあやな氏がむちゃくちゃなことをやってるっていうことで大炎上してるお話でした。皆さんの意見もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。元つのチャンネルでは、時事ニュース系のことを話していきますので、いいねと思ったら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。 本日もご視聴ありがとうございました。